今日の波はね、こんな感じで、たまにセットで胸肩来るんですけど、やっぱりね、まあ目もまあまあいいし、人はすごいです。日曜日っていうこともあって、オリンピック会場は千葉西部の全日本の予選やってるので、やっぱり一般サーファーここに集まってますね。青いねボードはやっぱりなんか映えますね。海で犬と僕もこんな感じで遊びたいですね。あ、レフト行きました。前に出れないか。あ、行きましたね。カーブ。あ、最後攻めれるかな。で、前ヒットで前最後ね決まればよかったんですけどね。レフト、おっと張ってこないかな。いい波見えるんですけどね、なかなか炸裂した波乗れてないですね。と前に出る、何度かやることやったっていう感じですね。あ、行きました。ファーストだ。あっと行きました。あーっと、あれ越えれな、越えれたらね次セクションあったかもしれないですけど、ピンたちが嵐。はい、行きました。カーブから、ただ張ってこないんだよな。こっから来るか、セクション越えて、あ、ここセクションある。あー、カーブ、おー、あー、いやー、セクション狙ったと思うんですけど、なかったですね。いいや、僕は。あ、木下春樹選手、わー、ちょっとフェースが張らないな。行きました。お、ファースト掘れたとこ当てて、あ、ここも掘れてくる、ツーダン。あー、こっからショルダーないか。あ、行きました。カーブから、行きました。ファーストダウンでちょっとたるい波で張ってくるとこ待ちながらアクション狙って、もうボトム入ってカーブ。木下春樹選手、おお、春樹選手、ファーストターン行って、ちょっと今日ね張ってこないですね。で、7月の QS はね、多分ここでやるのかな、そんな感じですね。春樹選手、おっと、カーブ前出る、出ましたね、しっかり。ちょっとバリエーションあって良かったんじゃないですか。ちょっと最初ね取るの遅れちゃいましたけど、取らないです。あ、長谷川壮太選手、あー、いいターン、今のターン良かったんじゃないですか。あ、行きました。カーブから入って、あーと、ここで前、あ、良かったんじゃないですか。今のは、今の良かったですね。長谷川壮太選手、おっと、カーブ、おっと、しっかり決めました。あ、プロサーファー、あ、野呂海里選手だ。あ、今いいサーフィンでしたね。長谷川壮太選手、あー、これもいいんじゃないですか。後ろから行きました。レフトワンターンですけど、ちょっと波良くなってきてますね。
しまった。選手ですね。